悪魔の海峡、その海原を先進み、冥界の門、天国の門、それぞれの封印を解いた一行は、ついに約束の地ディアボロスへとつながるバベルの塔の内部へと侵入した。しかしその場所で彼らが見たものは、何千何万といううびただしい数の魂を絞り取るようなうめき声と、ヨハネに向けられた仲間たちの疑惑の眼差しであった。初めて投げかけられた小さな石は、やがてはくさびとなって水面に大きな波紋を広げ、ついには濁流となって大海へと流れ出すのであろうか。おいじいさん、あんたは天国の門とかいう聖域の前ですら自分の名を名乗ろうとはしなかった。あんたの正体は一体何なんだ。わしはかつてこの上空にある約束の地で生命の木を守護していた者。すまんが、今はまだそれしか言えんのじゃ。そないにもったいつけへんで、素直に教えてあげはったらどないどす？この声は、例の色っぽい姉ちゃん？プープーパッキーン！そういえば、未だに名前すら教えてなかったんやね。うちの名は放浪の大神官ルカ。確かヨハネはんももともとは大神官の出身やったわね。でもお互いにそれは仮の姿。そう、この世界最強の魔力を誇る黒き羽の大神官。しかしてその実態は、我ら創世紀戦争で勝ち残った黒き羽の大天使たちが現代に転生した姿なんよ。大天使だと？貴様ら自分たちが神に仕える大天使だってのか？どうやらうちが転生するためのより代やったルカと同じように、ヨハネはんもうすうすは感づいとったみたいやね。今の自分の体が大天使の魂を転生させるために選ばれた単なる器に過ぎないってことに。覚醒したうちの本当の名は、娯楽と快楽を司る大天使リリス。世紀戦争といえば、確か何千年も昔の出来事のはず。あなたやヨハネさんが、そんな神にも等しい存在だというのですか？わずか2、300年しか寿命のない下級なる天使たちとは違って、うちら大天使はこの鎧を受け継ぐにふさわしい強い意志を持ったよりしろさえ見つかれば、自分の魂を鎧に移し替えて何度でも転生を繰り返すことができるんよ。それじゃあヨハネのおじいさんも僕らの敵なの？なあヨハネがあんたはんたちの味方？なんも分かっとらんようどすな。ヨハネはん、本当のこと教えてあげたらどないどす？まあよろしい、うちが言うたげるわ。あんたはんたちはな、エデンの園と呼ばれる大陸がまだ健在やった自分に地上に降りていった
罪深き白と黒の下級天使と言葉をしゃべるお猿たちとの間に生まれた、いわば呪われたお猿の子孫たちなんよ。猿？俺たちが猿の子孫だと？何をバカなこと言ってある！まあ知らんのも無理はおへんな。何せあんたはんたちお猿のご先祖は大悪神ゴッドの怒りを凍って大洪水でみんな絶滅してしもうたんやからね。お師匠様、本当なのですか？あらあら、おかわいそうに。お猿の子孫のあんたと大天使となられるヨハネ殿とではどんなに罪深く愛してもその思いは受け入れられることはないんやね。せやけどそんなに気落とさんといて。あんたのようにわずかな魔力や頭に小さな角が残ってるお猿の神官たちは比較的下級天使の血を強く受け継いだ、いわば遠い親戚みたいなもんなんやから。邪教徒たちめ、見つけたぞ。あらあら、見つかってもうた。どの道彼らじゃ相手にならへんやろうけど、お先に上で待たせてもらいますわ。おい、こら、ちょっと待て。邪教の教えを語る愚か者どもよ、世界を混乱と破壊に導くためについに現れおったか。よいか、神の御子たちよ、我らに対心サタン様のご加護がある限り恐れることなど何もない。奴らに天罰を下すのだ。